どうも、大悟です。今日やるだけで明日のあなたの性格が変わる方法を今日はご紹介したいと思います。結構ですね、面白いことに人間の性格ってですね、ちょこちょこ変わります。ベースの性格は変わらないんですけど、その性格が元になったら行動っていうのは変わるわけですよ。で、僕らって自分の性格や他人の性格をですね、把握するのはですね、そんなに得意じゃないので、結局例えば外交的になりたいと思ってる人でも、それ外交的な行動が取りたいだけですよね。初対面の人と仲良く喋れたらいいなって思うわけだし、例えば神経症的傾向、メンタルの弱さみたいなのを変えたいとしますけど、これは、堂々と振る舞いたい。不安とかですね、心配で身動きが取れないみたいな風になりたくないっていうですね、要するに行動に関する問題なんですよ。じゃあ別に性格変えなくてもよくね、行動だけ変わればよくないっていうのが現代の心理学の考え方ですね。というわけで今日は、今日皆さんがやる行動をちょっと変えるだけで明日の性格がですね変わる、そんなですね、面白い行動をご紹介したいと思います。はい、そんな風にですね、このチャンネルでは皆さんの人生を変えるような心理学の知識をですね、論文をベースにしまして、たくさんご紹介するというようなですね、放送をやっております。1日3回ぐらい放送してますね。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、今日のですね、研究なんですが、2013年ノートルダム大学がですね、行った研究です。122人の男女を集めて、15時から23時にかけてですね、要は午後ですね、自分の身に起きた出来事をですね、10日間にわたって記録してもらうってことを行いました。で、それと同時に、全員のですね、ビッグファイブ、一応これ心理学で最も正しいと言われてるですね、信憑性があると言われてる性格テストなんですけど、このですね、パーソナリティチェックを、毎日行って、で、日々のですね、こう、自分がやってる行動とかイベントが、性格にですね、どういうふうな影響を与えるのかってことを調べたんですね。で、これ普通に考えると性格ってそんな簡単に変わんないんじゃないのっていうふうにですね、思う人いると思うんですが、実はですね、どうやら僕らが取ってる行動っていうのはですね、周りから見た時にこの人は外交的に見えるとか、そういった影響もあるんですけど、自分の性格特性にすら影響を与えてるんです。だから日々の行動を変えてってあげれば自分の性格って変わるよねっていうのがですね、この研究で、分かっている内容なんですね。これなかなか面白い研究なんですよね。はい。で、具体的にどんなですね、行動で性格が変わったのかというと、大きく分けて2つあります。1つ目が他人への親切、2つ目が、目標に向かってどれぐらい自分が進歩したかってことを実感する行動、だからつまり親切または進歩っていうのが、親切な行動や進歩につながる行動っていうのが人間のですね、パーソナリティをいい方向に変えてくれるということが分かったんですね。具体的に説明します。具体的に言うと、例えばさっき言った親切、他人を助けたりとか社会に役に立つような行動を取ると何が起きるかっていうと、その行動を取った翌日、次の日にはですね、外交性が上がります。初対面の人との攻撃し能力が上がるわけですね。さらに協調性が上がります。チームで何かをするって行動が増えるわけです。で、最後が開放性が上がります。で、これは新しいものを受け入れる能力とか、新しいものにチャレンジする能力っていうのが増加するんですよ。親切って外交性も上げてくれるし、協調性も上げてくれるし、開放性も上げてくれるんで、これ結構ですね、親切ってやっぱり人のためならずと自分のためになるわけですね。はい。で、次です。次はですね、自分の個人的なゴール、目標に向かって何かしらの行動を起こした日、やっぱ自分がこういう生活をしたいとか、こういう、人間になりたいから、こういうことを練習しようとか、こういうふうなことを心がけてみようみたいなことを考えて、行動した、ゴールにね、少しでもいいから近づいた感覚をですね、持ってた日、その日の翌日はですね、協調性がアップして、チームワーク能力が上がって、開放性がアップして、新しいことをですね、受け入れ能力とか、チャレンジ能力が高くなって、さらに誠実性も増加して、物事をコツコツ続けたりとか、習慣をですね、続けたりとか、あとは自分をコントロールするための能力、これかかってる誠実性が上がったんですよね。だからなかなかいいですよね、ここら辺もね、うん、いいデータが出てますよね、これ結構ね。でですね、ネガティブなものも一応説明しておきます。仕事で嫌なことがあったりとか、トラブルがあった日、その日の翌日はどうなるかっていうと、トラブルがあった翌日は神経症的傾向、メンタルの弱さですね、これが増加しちゃうんですよ。だから仕事でトラブルがあった翌日っていうのはストレスに弱くなっちゃったりだとか、メンタルが弱くなっちゃったりだとかするから、まあ、ちょっとね、自分に優しくしてあげましょうってことがですね、これ分かると、いう研究ですね。はい、なるほどって話ですね。で、まだ最後もう一個あります。でさっき言った開放性が、上がった日、ってどうなったかっていうとですね、開放性が上がった日ってのは、要するに今個人的な自分のですね、ゴールに向かって何かしらの行動を取ったと、進歩につながるような行動を取った日、または他人に親切にした日ですね。この2つのですね、行動、親切または進歩というのは開放性を上げるって話をしたと思うんですけど、この開放性がですね、向上した日の翌日、だからつまり開放性が上がる行動を取った翌日に開放性が上がりますよね。で、この開放性が向上した日の翌日、つまりいい行動した次の日ですね、にはモチベーションが上がるということが分かったんですね。だからつまり、親切、他人への親切や進歩にですね、つながるようなことを、今日するとします。で、今日すると明日皆さん新しいものを受け入れ能力で開放性が上がるわけですよ。で、この開放性が上がった日の翌日っていうのは、自分がやるべきこととか助けのモチベーションが上がるので、だから自分のモチベーションをすごく上げたいと、できたら毎日やった方がいいんですけど、モチベーションをものすごく上げたいと思ってる日の前々日には、他人への親切と、自分のですね、未来につながるような進歩を、感じれるような行動を取っておくってことがですね、人生をうまく使うための方法だということなんですよね。これなかなか面白いですね。もちろん毎日ですね、実践した方がいいですけど、
こういう使い方もありですね。はい。ということでした。ではですね、今日、性格に関する、放送をしたので、性格に関するですね、本を2つご紹介したいと思います。1つ目がですね、ブライアン・R・リトル博士のですね、ハーバード大学の、心理学講義というやつですね。ハーバードの心理学講義。これ番組概要欄にリンク入れておきますけど、これですね、人間の性格に関する心理学をまとめた、本になっております。結構面白くて、性格って変わらないけど行動は変わるよねってことですね、わかりやすく解説してくれてるんで、結構おすすめになりますので、よかったら見てみてください。これが1冊目で、2冊目は、さっき言った通り、性格っていうのはですね、行動で変わるんですけど、なかなかこの行動を習慣化するのが難しいですよね。というわけで習慣化の本もご紹介しておきます。メンタリスト DAIGO の自分の本です。短期間で良い習慣が身につき人生が思い通りになる超習慣術、タイトルは過去仮ですけど、この予約がスタートしましたので、もしよかったらこちらの方もチェックしてみてください。でさらにですね、今言ったみたいに性格が変わるっていうとちょっとあれなんですけど、変わるというかはですね、新しい性格を人間はゲットすることができるんですが、僕だったら本来は内向的なんだけど、こうやって皆さんに喋ったりとか世界中を旅したりとかして新しいことに触れるっていうのをやってるんですけど、もともとはこんな性格じゃなかったんですよ、引きこもりだったんで。でじゃあなんでこういう性格に変わったのかっていうと、こういうですね、後から身につける性格のことをセカンドネイチャーっていうふうに言うんですよ。もともとの性格は残ってるんですよ。内向的だし、実はあんまり自分自身がないとかってことは僕は残ってるんですけど、でもそういうふうに見せないようにするためにどうすればいいかっていうと、セカンドネイチャー、新たにですね、自分の性格を後から作って継ぎ足しちゃうんですよ。でこうすると根の部分は変わらないんだけど、周りに見せる行動の部分をですね、つかさってる性格はですね、変えることができるんですね。このセカンドネイチャーの見つけ方を今日は続きの動画としてご用意しました。番組概要欄またはコメント欄の方から続き、セカンドネイチャーの見つけ方、よかったら見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。